はい、というわけで土曜日の土曜日っていうかもう日付ね変わっちゃってますね。日曜日の、深夜3時過ぎのどうでもいいねボクシング中継を流しながら、こちら惣菜の牡蠣の南蛮漬けですね。牡蠣ですね。牡蠣の南蛮漬けちょっといただこうかなと思います。これつまみに、うん、まあ、ゴルパチ、ロック、あー、うまこれ、うまこの組み合わせ、うま。はい、豚汁の残りで豚汁うどんですね。はあ、ぎゅっと噛み締める、ぎゅっと噛み応えの一品、メンチカツですね。ベルクさんです。さて、本気人で一発いきましょうか。いや、二発いきましょう。よくわかんないけど。あれ、ちょっとこれ作り方がわからない。いつものセブンイレブンのあれとは違うな。違うな。あー、これこれ。これこうだ。よくわかんない。ちょっと不親切な仲間き寿司ですね、これは。うん、うん、海苔がパリパリでうまい。で、こちら牛肉オンリーのメンチカツ。うん、うまい。うん、うん、いいメンチカツです。あー、最高。はい、というわけでこちらの鍋物とね、先ほど見せた冬物語、ようやく出ました。ようやくといってまだ今秋なんですけどね、これから紅葉が、出回るシーズンなんですけど、そこで出ました冬物語、鍋にぴったりですね。このデザインもね、年々変わってきてるんで、今回ねこの缶のデザインもなかなかいい感じです。さて、さてさて、ちょっとこちらの水餃子的な、中にねフカヒレが入ってるらしいんですけど、そうなんでしょうか。熱々だ、熱々、見るからに。うんうんうん、もちもちしててすごい、うまっ。うん、これは期待でき、十分期待してよかったというか、うん、うまいです。うん、うん、
ああ、やっぱり鍋には藤物語ですね。うん。おつまみはこちら、あの鉄砲っていうね、あの豚の上物かな？上物？あ、上物ですね。鉄砲っていう豚の上物らしいですけどね。まあニンニク塩焼き、味がねついてるらしいですね。まあこれをまあいわゆる山賊焼きですね。ちょっとちゃちゃっとやっていこうかなと思います。野菜もねちょっとたっぷり入れて。はい。あ、もうなんとも言えないこの豚のもつのこの独特の臭みっていうんですかね。なんかいい臭みというか、これがまたたまるのたまるんですよ。ちょっとあの酒の身にはね。ああ、いい臭みだ。金麦です。ちょっと間違って買っちゃいました。本気にをね、買おうとしたら。まあいいや。金麦のラーガー。持つ持つですよ、このちょっと噛み切れなさそうで噛み切れないというこの持つ。うんうん、これようやく飲み物にたどり着きます。はい、ちょっと今回はねこちらちょっとあのトラウトサーモン、秋鮭ではなくトラウトサーモンというね鮭を使って、ちょっとあのちゃんちゃん焼きをね作りたいと思います。野菜はねたくさんたっぷり用意してるんですけど、でちゃんちゃん焼きあの味噌でね炒めるんですけど、味のつけるそれが缶詰のねタイ味噌っていうのがあるんで、これをあの料理酒ね混ぜて、ちょっとペースト状にしたのね、これをね、最終的に味をつけてね、ちょっと仕上げるんですけど、まぁ、ちょっとちゃちゃっとやってみます。はい、ちょっとね、まんべんなく、タイ味噌をね、ちょっと入れて、もう結構ね、入ってます、実はタイ味噌。もうあの、正直、ここまで使っちゃいました。ちょっと濃いめだけど、野菜が多いんで、もしかしたら薄めかもしれないし、濃いめかもしれない。ちょうどいいかもしれない。よくわかんないです。ちょっとね、蒸してね、ちょっと蒸し時間かかるんでね、まあ15分くらいかな。ちょっとその間にね、ちょっと待ってる間、ちょっともどかしいんで、はい、こちらね、あの、純米酒の天狗米という、初めて飲むお酒なんですけど、ヤマハイかな？ヤマハイ仕込み純米酒。ヤマハイ仕込み特有の濃厚な旨味と酸味の調和が取れた個性豊かな純米酒です。濃い山吹き色は目も楽しませてくれます。常温から塗る感が特におすすめです。ちょっとね、まず冷やで、いただいて、その後でちょっと塗る感でいきたいと思うんですけど、まずね、テイスティング。つまみなしで、まず、ここのままね、ちょっと、いこうかなと思います。よし。とりあえず、冷やで、お冷やで、ちょっと酔ってます。あ、確かに、なんだろう、山吹き色ですね。うん、なんか、こんな色あるんだっていうぐらいの本当に黄金色というか、今注いだ瞬間ね、やっぱ、純米酒のいい香りがしますね。なんかすごいな。
なんか色がね、すごい好き。色が色で飲めるみたいな、そんな感じ。なんだこれ、初めてだぞ、こんな色。ちょっと飲んでみます。まず香りから。もうね、飲まなくてもわかる、この濃い感じね。濃い濃厚な感じっていうのもわかりますね。アルコール分が16度。まあそんなに高い日本度数の日本酒ではないと思うんですけど、まあそこそこありますね。ちょっと飲んでみます。いただきます。ああ、うん、確かに、うん、ああ、これね、うん、まろやかで、まどろみがあって、まどろみ、うん、個性的な、この酸味と、後から来るね、この、じわっとした感じの味わい。ああ、これね、冷やでこういう感じだから、これね、ちょっと缶すると、またちょっと化ける。思います。あ、なるほど、こういうね、飲み心地ね。わかりました。はい、はい、というわけで完成したんですけどね、トラウトサーモンの、ちゃんちゃん焼きなんですけど、ちょっとすごいまずそうですなんでやねん、なんでかね。真面目に作ったんですけどね、これでもちょっと酔ってますけど、まあ、ちょっとまあいいや。うまけりゃいい。ということで、見た目よりもね、うまみ重視で、いきたいと思います。野菜、たっぷり。栄養重視、充実。いいじゃないか。ここで天狗米が追っかける。ああ、いいな。なんかこってりですよね。濃い系のつまみに合いそうですね、これ。天狗米。色がね、初めてこんな色。マジで。ああ、いいな、なんかいいな、濃いな。はい、マダラの白子をね、ちょっと湯通しします。湯通しなんで、ちょっとでいいです。花がね、開くぐらいで、お湯をこう、ちょっと取って、冷水に氷水ね、素早く浸す、みたいな、よくわかんないですけど、はい、そんな感じでちょっと繰り返します。花開け、さっとね。で、で氷水で、余談ですが、こちらはね、ちょっと里芋をね、ふかしてるんですけど、ふかし方間違えた。皮をね、むかないまま、皮付きのままね、ふかすらしいですけど、間違えて皮をね、最初にピーラーで剥いちゃってからね、今ね、ふかしてます。どうなんでしょうか、これは。天狗米のちょっとね、ぬる缶よりちょい厚め、ほんのちょい厚めの感じと、先ほどのちょっと失敗した里芋のふかしかどうかわかんないけどね。で、これが、先ほどのマダラの白子ポン酢。まずはね、ちょっとほんのちょっと塩、岩塩を振ったね、このシンプルな里芋ちゃん、これを。こいつはシンプルなだけうまいですね。さすがに。
なんかこう、自然とこの、いい香りの、すがすがしい土の香りと、やっぱ里芋のこの、いいですね、コクというか、滑らかなこの、味わい、いいですね。ここに、何も、塩も何も振ってない、味付けもね、してない、この里芋ちゃん。タイ味噌をね、例の、つけての。ぬるぬるしてる。ちょっと酔ってますけど、なんとか。うまいっす。で、ここにちょっともみじおろしでつけて。これですよ、これ。この、ミルキーさ。まさにこれね、牡蠣が海のミルクだと例えると、マダラの白子は、海の、乳酸菌や。違うけど、例えが。天狗の前もこれね、ちょっと感すると、優しく包み込むような感じの味わいです。いいな。このぐらいの缶のね、ぬるさがちょうどいいかもしれない。やっぱぬる缶ですね。あ、もう熱缶、本当に熱いね。あちあちの熱缶の時代は終わりました。これからはぬる缶の時代です。